吉田さんお疲れ様です。今日ね、キックボクシングの試合の申し込みをしました。えっ、ー、と、出場に3万3000円かかるんですよ。で、東京に行って、まあ、旅費が3万から4万ぐらいかかりますよね。宿泊したら5万ぐらいなんで、ポンと1万10万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますね。まあでも、10万に変わる私は経験をこれでできるかなと思いますし、その、いろんなね、ものに10万使ってきましたけども、このね、 格闘技の試合に自分自身が出場することに対して10万かけるっていうのはなかなかなかったかなと思います。もちろん、レッスン代っていうのがありますんで、年間のレッスン代が、おそらくこれもね、10万ちょっとかかると思うんですよ。うん。まあでもね、自分の人生、どこかで振り返った時に、あ、俺は、公式な格闘技の試合に出たんだなっていうのがね、永遠に残るのは嬉しいなと思います。で吉谷さんもね、やっぱりいろんな卓球とかはしてきて、あの、それは、 輝かしいステージも上がったと思うんですよ。それってのはやっぱりやらなくなった時ですら、自分を支えてくれますよね。あのある34のようにね。もう乗らなくなっても、自分のこの今を支えてくれる。まあ、そんなね。思い出に変わるような時間の使い方、お金の使い方これからもしていきたいなと思います。いってらっしゃい。